フリードリヒ・ミヒャイル・フォン・プファルツ・ビルケンフェルトは、18世紀、オーストリアの軍人で、ビッテルスバッハ家・プファルツ系の、ボーリュー・プファルツ・ビルケンフェルト家の講師。父は、プファルツ・ツバイブリュッケン公、クリスティアン3世。母は、ナッサウザール・ブリュッケン博、ルート・ビヒ・クラートの娘カロリーネである。兄にプファルツ・ツバイブリュッケン公、クリスティアン4世。 姉にヘッセンダルムシュタット砲白ルートビヒ九世妃ヘンリエッテ・カロリーネがいる。バイエルン国王マクシメリアン一世の父である。プファルツ家僧家の神として、プファルツ選帝公国の元帥及び、マンハイムの知事を務めた後、1758年にオーストリア軍の指揮官となり、プロイセン王フリードリヒ二世と七年戦争を戦った。 1767年に43歳で急死し、二人の息子は兄クリスティアン4世に引き取られた。1746年、プファルツズルツバッハ公子ヨーゼフ・カールの娘、マリア・フランツィスカと結婚した。マリア・フランツィスカは、プファルツ選帝公カール3世、フィリップの外孫で、姉、エリーザベト・アウグステは、プファルツ選帝公カール・テオドールの日であった。 二人は五人の子を設けた。カール・アウグスト・クリスティアン、プファルツツバイブリュッケン公、クレメンス・アウグスト・ヨーゼフ・フリードリヒ・アマーリエ、ザクセン・センテイコフリードリヒ・アウグスト・サンセイと結婚。マリア・アンナ・バイエルンコビルヘルムと結婚。マクシミリアン・ヨーゼフ、プファルツツバイブリュッケン公、バイエルン・センテイコバイエルンをまた、諸子カール・フリードリヒ・シュテファンがあり、後にシェーンフェルット男尺。 オッティング伯爵に助尺された。ありがとうございます。